そうですね、まあ、僕もそうやし安井朗選手もそうですけど、まあ、空手のチャンピオンということでやっぱりこういつも常にこう自分が負けたら、まあ、空手の負けというかそういうプレッシャーというか、まあ、団体も背負ってるし、まあ、空手という競技も背負ってやっぱりこうギリギリのラインで戦ってたという、まあ、それは現役時代なんですけど、まあ、そうマスターズっていうのは、まあ、それとはやっぱ離れてある程度こう、まあ、怪我だったり思い通りから動かないのも含めてこう楽しみながらこうやるのがマスターズなのかなっていうのがあってですね、まあ、そういう意味ではいろいろありましたけど楽しめたのかなとは思いますね。当時はね世界一になったりとかそういうのは今回は全然ね、そういうのとはまた全然離れてますから、ただいる人にね1分30秒っていう短い時間の中である程度面白い試合だとかこう体の魅力とかっていうのを伝えないといけないというミッションがあるんで、まあ、そういうプレッシャーがありましたね今回は。はい、まあ、今回10年目なんですよね、引退してから10年なんで、そういう意味では本当にこう今審判してる先生になってる人とかも当時教えてた生徒とかも先生になってるんですよ10年で、バトンはちゃんと渡せてるなっていう部分もあったし、まあ、でも今回関してやればできる証明っていう感じではもう考えてなかったですね今回は。